アレナメヒコは、メキシコのメキシコシティに所在する屋内競技場。1956年4月27日、それまで使用されたアレナモデルに代わる競技場として会場。メキシコのプロレス団体、CMLL が所有しており、アレナ、コリセオと並ぶ、ルチャリブレに大聖地とされている。メキシコに修行に訪れた日本人レスラーも多数、この試合会場に上がっている。 1968年に開催されたメキシコシティオリンピックではボクシング競技の試合会場になった。その後、プロボクシングでもビッグマッチが多く開催されている。CMLL の本拠地として毎週火曜と金曜に定期的にルチャリブレ大会が開催されている。1985年9月に発生したメキシコ地震で施設の一部が被害を受けたが、その後、 修復されて、現在も、メキシコを代表するルチャリブレの試合会場として使用されており、CMLL 以外にも、リーガエリーテ、東流門メキシコの工業にも使用されている。2013年9月、ルチャリブレ80周年を記念して、玄関ホールの上に、ルチャリブレをモチーフにした大壁画を設置。 2017年5月に客席が一部改装されて、大型ビジョン向き正面にスポーツバーグリルフリーダムがオープン。メキシコシティ地下鉄1号線、クワウテモック駅、またはメキシコシティ地下鉄3号線、バルデラス駅下車。ABC 思い出のプロレス会場物語 P64、P65、究極の大衆文化。メキシカンプロレス、ルチャリブレ。 オーラバウト。2018年1月14日閲覧。水ドクトルルチャの19母焼き旅。5.17。大聖堂の新壁画。タツ出版。2018年1月14日閲覧。水ドクトルルチャの19母焼き旅。9.06。アレナメヒコ歴代30ケ辰巳出版。2018年1月14日閲覧。CMLL が日本で見られる。 新日本プロレスワールドでアレナメ飛行金曜大会を定期ライブ配信決定。初回は7月9日午前10時30分頃。新日本選手も参戦。新日本プロレス公式ウェブサイト。2018年1月14日閲覧。ありがとうございます。